実は何人かの方からジューサーいいねって言われて買おうかなみたいな、このセベリングのっていうのを何人かからおっしゃっていただいたので、ちょっと丁寧に撮ってみました、いつもより。昨日使ったレンズを返却に来ました。すみません、返却で。あ、かしこまりました。ちょっと遅れちゃいました。はい、ちょっと確認しますので、はい、お待ちください。マップレンタルさんは返却日の昼の12時までに返却しないといけないんですけど、僕今日遅れて12時10分ぐらいだったんですけど、何事もなく許してくれました。ありがとうございます。ということで今新宿なんですが、アップルストアに行きます。ちょっとね、今日朝ランニングしてたら iPhone を落としてしまって、すごい色になってる。こんな緑、マトリックスみたいな。まあ、最近この iPhone 音声も調子が悪いし、ちょっと買い替え時かななんて最近思ってたので、新しいのに変えようと思います。これ 10R なんだけど、11にしようと思います。並んでる。コロナ禍になって初めてアップルに来たけど、全部予約制になってるんだね。入れないかもしれないね。こんにちは。今日はどうされました？ちょっと iPhone が壊れて至急新しいのが欲しいんですけど、はい、もう購入、もう購入したいです。はい、もう商品は決まってますか？もう決めてます、はい、予約制なんですよね。でもそうなんですよ。ちなみに iPhone 何でしょうか？買うのは11、はい、11128で、別に色はあるのでいいんですけど。一応全色あります、ね、あ、じゃあ黒で。黒です。はい、今話題できるのが、まあ、大体20分後くらい。あ、そうですか。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。20分後に来てくださいということで予約が取れました。QR コードすみません。安井様。はい、はい、そしたら今回 iPhone SIM フリーでご用意してます。あ、それで、はい。なんかこうブログとかに載せるんですか？そう、ブログなんです。じゃあ貼ってきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お出口前お願いします。無事ゲット。すごくスピーディーに新しい iPhone ゲットできました。渋谷に移動してきまして、今18時です。オフに向かってます。久しぶりの散髪ですね。いつも1ヶ月ぐらいで切るんですが、今日は2ヶ月弱ぐらい経った気がします。なんか今回伸びたよね。長いこと、うん、多分2ヶ月弱ぐらい来てない気がする。いつもぐらいでいい？いつもぐらいで、うん、はい、お願いします。はい、せっかく撮ってるんで、ちょっとインタビュー質問していいですか？はい。あ、撮ってんの？撮ってます。もう今止まってんだと思ってた。オフってなんでオフって言うんですか？そういえば、スカイさんが考えたから。20年前に。そうそうそう、なんか親子にみたいな雰囲気のお店っていうのと、うん、あとなんかもよく言ってたけど忘れちゃった。20年前らしい。そうだね。でも確かに押し付けますね、ここにいると。お休み感はね、うん、ゆったりしてるし、うん、雰囲気もそこを目指してるというか、うんうん、これ内装も誰かデザイナーが入ってるんですか？デザイナーさんっていうか、建築士さんでもう毎回お願いする人がいて。へー。そうで、その人にでももうやりたいことをざっくりっていうか、ここはこうしたいとか、ここはこういう素材使いたいとか、そういうの全部言って写真とか載せて、うんうん、でその人がそれをこう図面に起こしてくれて、うん、そう。やっぱあれですか、純さんとかよく旅してるじゃないですか、うんうん、そういう影響とかあるんですか？そうだね、そういうとこで気になったものとか撮ってきて、うんうん、でそれをなんか見せたりとか、こういう旅先で買ってきたと思われる謎の置物とか、謎の置物とか
植物もいっぱいだし、さっぱりたくさん切りましたね。いつもの倍ぐらい切ってます。